はい、Qさんです。あいつもありがとうございます。はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の小沢です。お世話になります。今日はやべやべ。名札ぶら下げっぱなしだった。いや、今ね、保育園迎えに行ってきたばっかりなんで。あ、今日何するかというと、Fly Me to the Moon っていう曲を題材にしてソロを撮るっていう方法をやっていきたいと思うんですけども、まあ、コンセプト的にはこの前の、オータムリーブスのソロの回と同じで、どうやったら楽に解釈できるかっていう話をメインにやっていきたいと思うんですね。っていうのはね、Am7 とか Dm7 とか G7 とか、これ一つ一つを、エオリアン、ドリアン、ミクソリディアンだとかっていう風にメインに撮っていくんだっていう風にね、大体の、本とかね、そういうやつにはそういうふうに書いてあるんだけども、そんなことやってると大変なんですよ、ウッドベースってね。すんげえ大変なんですよ。だってもう解放使いたいし、みたいな、なんかいろいろあるわけ、制約がいっぱいあるし、あとなんか考えることいっぱいあるんで、そんなことよりも楽に解釈できる方法っていうのをご紹介していこうかなと思っています。で、初心者の方なんかね、特にその方がいいかなと思うんですけども、我々ってベースラインに弾くじゃないですか。ベースラインの練習メインでやっぱやるじゃないですかね。で、2、3曲とか初心者の方できるようになったら、大体こうセッションやりたいくなってやっぱセッション行くじゃないですか。で、セッション行って、で、ホストの人に、あ、僕ベースラインしか弾けないんですけど、ソロ振らないでくださいねっていう話しても、たまにそれ忘れてなのか、わざとなんかわかんないけど、振ってくる人いるでしょ。で、そういう時に、なんか知ってると、これ知ってればなんとかなるみたいな、そういうやつ。だから例えばその、フレーズを丸々覚えてなくてもね、だいたい僕たちは、まあ、フレーズっていうのを自分の引き出しに入れて、それをこのコードを見た時に、その引き出しからコードを、フレーズを出して、そこでソロを弾くっていう感じになってるんだけども、フレーズが、自分にね、蓄積されてなくても、アドリブでなんとなく、できる、方法をね、まあ、要するにこの音の選択がめちゃめちゃ簡単な方法っていうのをまあご紹介すると。さっきからなんか、なかなかこう本題に行かない感じですけどね。すいませんね。まあ、そういった感じでね、まあ、ジャズに関すること、とかね、まあ、ウッドベースだったらジャズなんですけども、まあ、エレキベースもやってるんで、エレキベースには、まあ、ジャズに関することじゃなくてね、いろんな奏法のこととか、スラップのこととか、なんとかとかね、まあ、最近だと、緊張に打ち勝つための方法なんていうね、そういうなんか生意気なことをですね、動画になんかにしていますんでね、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。で、動画気に入ったらですね、高評価の方もしていただけると、励みになります。では、やっていきたいと思います。で、Fly Me to the Moon コード進行を見てみましょう。早速ね。はい。で、このコード進行でいかにこのスケールを選択するかという話になってくるんですけども、最初にやることは、この曲のキーが何なのかって特定することから始めたらいいと思うんですね。そうしないとまず始まらないですね。一番下の方見てください。だいたい曲の最後って2、5、1になってるんですよ。ね、メジャーだろうがマイナーだろうが、だいたいそういう風になってる。たまに違う場合もあるんですけど、だいたいはそうなってます。で、その1っていうのが、実はその曲のキーだったりするんですね。で、これは、まあ、当たりをつけた状態だと思ってください。まだそれだけと限らないんでね。例えばポップス、まあ、ジャズもそうかもしれないけども、例えば、フィフスで終わるとかね、そういうのもあるんで、トニックで終わらないっていうパターンもあるんですよ。なので、そうなんじゃないかなというふうに当たりをつけてください。一番最後のコードがそうなんじゃないか。ということで、この曲は、D、ね、G、それから C っていうふうに、なってるので2、5、1なので C が C メジャーがキーなんじゃないかっていう風に当たりをつけられるわけですけども、それを確かなものにするために C メジャーのダイアトニックコードをまず書き出してみるね。C メジャー7、D マイナー7、E マイナー7、F メジャー7、G7、A マイナー7、それから B ハーフディミニッシュ、B マイナー7フラット5とも言いますけども、まあその7種類になってるわけですよ。ね。で、その7種類のコードで、ほとんどのこのね、曲のコードが形成されているんであれば、そういうことなんですね。まあ C メジャーのキーと言っていいと思うんですけども、試しにね、最初の8小節間見ていきましょう。A マイナー7、これ OK ですね。A マイナー7。で、D マイナー7。OK。で、G7 で、C メジャー7。OK ですね。ここまでは、ダイアトニックコードの中に入っているというものになります。で、まぁ、あ、C7 はちょっと飛ばしましょう。で、2段目行って、F メジャー7 OK。B ハーフディミニッシュ OK。で、E7、これも飛ばしましょう。ね。で、A マイナー7 OK です。で、次の A7 はまたちょっと違いますね。はい。なわけで、まぁ、あ、大体のコードが、この、
C のダイアトニックコードからできているということで、これは、C のキーだと言っていいと思います。まあ、最初だけ、合ってて、次が違うなというパターンもあるんで、まあ、一概にそうとは言えないんですけども、まあ、この曲に関してはね、この曲とか、あとは、まあ、簡単な曲に関して言うと、そういう風になっていると思ってください。さて、ソロの取り方なんですけどね、C という C のキーだっていうのが分かったら、まあ、つまり、ドレミファソラシド、普通のドレミファソラシドが使える、要するに C メジャースケールがこの曲では使える、活躍するよっていうのが分かったと思うんですよね。まあそういう風になってますよね。枯葉だったら B フラットのキーが多いので、B フラットメジャースケールだっていう風に紹介したんですけども、この曲は C メジャースケールなので普通のドレミファソラシド、ピアノで言えば白い鍵盤だけを使ったキーであるっていうことが言えると思うんです。ただしですね、ダイアトニックコードのところはそうですけど、ノンダイアトニックコードのところはどうなのかっていうふうに見ていくわけですね。例えば4小節目の C7 ありますね。C7 ってコードトーンがドミソシなんですよ。C フラット。ドミソシフラットなんで、C のフラット入っちゃってるんですよ。ってことは C メジャー、C メジャースケールの中の音ではないですね。C のフラットっていうのはね。違うので、ここでちょっと変化しないといけないですね。ソロを取るとき、メロディーを作るとき。なんか変化させないといけないんですけども、そもそも C はこのキーで言うとメジャーセブンなので、メジャーセブン。メジャーセブン。ね、ドミソ、普通のシなんですけども、そこがドミソシフラットに変化したものということで、変化させてあげればいいです。シをシのフラットに変化させたシメジャースケールにしてあげればいいです。失礼。これですね。はい。こうなります。ね。はい、こうしてあげることでここは回避できるということになります。これ、C ミクソリディアンスケールっていうものなんですけども、これは F メジャースケールに行くためのドミナントモーションを作り出しているコードなんですけども、これ理論的にミクソリディアンスケールを使いなさいって使うのがいいよねっていうふうになってるんですね。使いなさいというか使うのがいいよねっていうふうになってるんで、まあ、これは、今の僕がね説明している考え方、でも全然 OK、ね、結果ミクソリディアンスケールを弾いてるということになるので全然 OK なんですね。で7小節目見に行ってみましょう、ね、E7 になってます。 C のダイアトニックコードの中で E っていうのは E-7 なんですね。 E-7、ミソシレなんですけども、 E7 っていうのはミソシャープシレなんですよね。ソシャープなんです。ソの代わりにソシャープなんです。なのでこの E7 の小節はドレミファソじゃなくてドレミファソソシャープにしてあげる。ソラシドね、こういうスケールになります。これ E から見るとハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロー。聞いたことありますかね。マイナー251、マイナーの251の時の5に使えるスケールになってるんです。 HP5 ビロー下っていう、なんかそういう書き方しますけど、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローっていうスケールになるんですね。まあ結果なるんですよ。結果もうドレミファソラシドからそのコードがね、ダイアトニックから変化しているこのソ、ソをソのシャープにしてあげるだけで、ドレミファソラシドにしてあげるだけで、結果それが出発点を変えればこういうハーモニックマイナーパーフェクトフィスト色になってるっていうのが分かるんですね。これもっと言うと、もうちょっと複雑になっちゃうかもしれないけど、もっと言うと A のハーモニックマイナーなんですね、これね。ありますかね。はい、
っていう風になるんです。だから理論的に全くおかしいことはないんです。ね。ただ1音変えてあげただけです。はい、次行きましょう。A セブンス見てみましょうね。A セブンスは、じゃあ何が変化したらいいかなと。A マイナーセブンから、まあ元ダイアトニックは A マイナーセブンなので、A セブンスに変えてあげるには、3度の音をシャープさせてあげればいいですね。A マイナーセブンのアルペジオ。ですね。で、A セブンスは実音度がドシャープになっただけなんですね。だからここの小節っていうか、まあ、3、4拍目はこういうね、ヘンテコなスケール。はい。になります。これ A から始めると明るいの暗いのどっちなのっていうね、これね、ミックソリディアンフラット6っていうスケールになるんですけども、つまりはこれメロディックマイナーですね。これ D メロディックマイナーです。次 D マイナーに解決してると思うんですけども、D マイナーに行くためのメロディックマイナー、A メロディックマイナーパーフェクトフィフスビローっていう風なね、まあそういう言い方する人がいるんですけど、まあそういうスケールになるんです。ミクソリディアンフラット6っていうスケールに結果なるんですね。はい、おさらいしましょうね。ここまでね、8小節間ね、8小節間おさらいしますと、A マイナー、D マイナー7、G セブンス、C メジャーセブンはダイアトニックコードなんで、普通のドレミファソーラシドの中でソロ取ってもらえばいいです。自由に歌ってもらえればいいです。ただ伸ばしちゃいけない音っていうのも瞬間的に出てきますんで、その辺は、自分の心の中でね、スキャットをしてね、それ通りに弾くみたいな感じでやってれば、大体伸ばしちゃいけない音伸ばすことはないと思いますんで、その辺やってもらえればいいと思いますね。で、その次に出てくる C セブンスのところは、C セブンスはダイアトニックコードじゃない、ノンダイアトニックコードになりますんで、音を変えてあげなきゃいけないですね。C メジャーセブンだったものをセブンスにするのにどうしたらいいかっていうと、7度音をフラットさせればいいだけなので、そこでできるのがこうですね。4が4のフラットになっただけです。ただこれだけ、こういうスケール使います。結果それが C ミクソリディアンスケールっていうものになっているっていうものですね。セカンダリードミナントでよく使うものになってます。んで、7小節目 E セブンス、ね、これはもともと E マイナーセブンだったのが E セブンスに変わってるということで、3度音ですね。ソがソシャープに変わったよねっていうものなんで、当然ドレミファソ、ごめんなさい、ドレミファソシドにこうしてあげるだけで OK っていうわけですね。実音ソが変わるので、例えばオクターブ下のソもこっちにしてあげてください。オクターブ上のソもここじゃなくて、まあ、ここにしてあげればいいと。まあ初心者のうちはここやることないと思いますけど、まあそういうことになってます。OK ですね。で、次の A セブンスは、3度、これもね、マイナーをセブンスに変えるので、3度をシャープしてあげればいいですね。ここで言うと、実音度がドのシャープに変わったスケールを弾けばいいだけです。だから出発点がドじゃなくて、ドシャープ、レミファソラシド、こういうスケールになるわけです。はい。それではこの8小節間ちょっとデモンストレーションしてみますかね。このノンダイアトニックコードのところで、変わった音ね、変わった音がつまり美味しい音になるので、そこを強調してあげれば、あ、分かってるねっていう風になるわけです。が、もう一回ぐらいやっていきましょうか。もうちょっと音数減らすか。
ちのメジャースケールから外れた音っていうのが美味しい音なので、そこを小節変わるときとか、そのコードに変わるときに、ちょうど入れてあげると、やっぱ美味しい感じになるんですね。昔の人たちの曲とかメロディーとか、あと、メロディーじゃない、ごめんなさい、アドリブとかね、コピーしても、大体、例えば、E7th のところなんかは、3度から入ってることが多いんですね。つまり美味しいからなんですね。そこで変化を感じられるから、もともとマイナーだったのに、メジャーのサードを弾くことになるから、まあ美味しいんですね。ただそれだけです。なんか一つ一つね、こうやってこうやってじゃなくて、一つ一つチャーチモードでいろいろ考えるのまあいいんですけど、まあそれ大変なので、拡大解釈っていうか、もうキーで捉えてね、これ横で取るって言います。一つ一つのコードに対してスケールを当てはめてとか、あるいはコードトーンでっていうのはまあ縦で取るっていうんですけど、日本語でね、でこれに対して全部はい B フラットメジャーのキーだよねっていう風に捉えてで行くのは、これ横で取るっていう方法になりますので、覚えていただければいいかなと思います。この辺でいっか、ちょっとデモンストレーションしようね。ちょっとね、ちょっとだけ、感じね、今すごい強調、派手に強調したけども、まあそういうことになってます。んで、今教えたのは音の選択の方法だけなので、歌い方とかね、リズムの取り方とかっていうそういう方法はやってませんけども、まあ、いっぱいね、ジャズ好きな人だったらジャズの音源聞いて、ジャズの音源をこう指でね、こう弾いて真似するって、まあコピーするってよく言いますよね。まあコピーするっていうのも、まあ、まあいいですし、そのね、その先人のフレーズを口で歌えるようになっていれば、こういう時に出てくる可能性は高いんですよ。それに近いものがね、近いものですよ。うん。出てくる可能性高いので、まあそういうね、よく聞いて、口、鼻歌で歌えるぐらいまで聞いておけば、ここで、まあいろんなものが出てくるであろうと。ね。で、こう、コードの解釈の仕方、スケールの当てはめ方は今みたいな感じで OK と。です。あ、一つ忘れてた。E フラットディミニッシュがありました。ノンダイアトニックコード。このね、E フラットディミニッシュっていうのは、まあディミニッシュスケールバンバン使ってもらってもいいんですが、これはコードトーンで処理するといいかなと僕は思うんです。一瞬だし、ね、一小節だから、こういうね、これパッシングディミニッシュっていうんですけど、次のコードに滑らかにつなげるためのディミニッシュなんだけど、はい。なんだけど、これはパッシングディミニッシュなので、まあ、パッシングノートっていうか、ルート弾いてあげるとやっぱその感じ出るんで、ルート弾いてあげるといいと思います。ベースの場合はね。まあ、Dm7th のところ、ラス8から流したんですけど、まああんな感じで、まあルートで過ごしてしまえばいいんじゃないかなとは僕は思います。はい、今回の動画このぐらいにしとこうかな。今どんぐらい撮ってるのかわからないけど、20分ぐらいかな。ね。ね、これからね、ばあちゃん家行かなきゃいけないんでね、このぐらいにしときますけども、もしね、リクエストとか、この曲、もしリクエストとか、まあ、他の曲もね、こうやって拡大解釈してほしいとかね、大沢的に解釈してほしいっていう曲があったらですね、まあ、コメント欄にリクエスト入れていただければですね、僕がね、壮大に、大きめに解釈いたしますのでですね、初心者の方ね、ぜひ、コメントいただければ幸いに思います。あと、チャンネル登録もね、気に入っていただけたらしてもらえるとですね、次の動画も見逃さずに済みますね。チャンネル登録よく、この人、よくじゃない、もうダメだ。もう、喋れない。はい、よろしく。はい、さよなら。はい、さよなら。バイバイ。はい、バイバイ。はい、バイバイ。次何にしようか。次マイナーの曲にするか。